名代とは、次のいずれかを意味する、歌舞伎用語。歌舞伎の演目の正式な題名を、はじめは、江戸では、名代と言い,い、髪型では、下大と言った。しかし、広代になると、江戸でも、下大が使われるようになり、名代は、次第に駆逐されていった。詳細は、歌舞伎演目名と通称を参照江戸志村座の、正面に掲げられた、名代看板加盟7年3月かつて、 芝居小屋入り口の髪型には、その日の演目を紹介した名題看板が掲げられていた。今でいう公演予告のポスターで、各演目の代表的な場面を描いた眼目の脇には演目の下台が芝居文字と呼ばれる書体で代々くすみ書きされており、そこにはその日出演する主な役者の名跡と縄文も列挙されていた。ここから、 名題看板に乗るような役者のことを、名題役者、看板役者などと呼ぶようになり、これが名のある歌舞伎役者として認められたことを示す一つの目安となった。江戸後期に書かれた百科辞典の森さ満万の語習、牧の二には、また名大看板と言って、京阪一枚看板に似たるものあり、上に眼目とすべき狂言の図を描き、下に下台を墨書す。 三と共にこの看板に出るを役者の名誉起爆とすることなり、とある。役者の世界は、途定制であり、とりわけ、江戸期は厳格な階級制度をとった。やがて、名代は、座頭に次ぐ役者の階級を指す言葉となった。名代以外の役者における階級は、以下のようになる。幕末から明治期にかけて、次のように再編された。名代以外の役者は、 部屋割りで定められた一つの大きな部屋に雑居した。地位の低い俳優を大部屋俳優と呼ぶ習慣はこのことに由来している。また、江戸の芝居小屋においては、大部屋は3階にあることが多かったことから、3階さんとも呼ばれた。大部屋から名題にまでなったのは、初代の中村中蔵などごく少数であった。現在でも歌舞伎役者は、名題と名題家の2種に大別されている。 しかしその基準や昇進手続きは看板に名が乗ればよかったかつてとは比較にならないほど複雑で上んな手続きを必要とするものになっている。その概略は次の通り日本俳優協会が行う名題資格審査の試験に合格する名題的認証を取得する先輩、非域筋、工業主など関係各方面の賛同を得る名題、昇進披露を行う。 ありがとうございます。